おはようございます。今日も愛知県武道館で試合です。ピュッと準備してピュッと行きましょう。母ちゃんは校の運動会に行くのでパパと頑張ってきてね。6時22分に出発して、で7時50分に着く。おはようございます。おはようございます。もうねねきキパパは名古屋行きましたよ。早っ。もうすぐ試合。そしてゴーは運動。運動会でーす。あれ一等賞だよ。今日一等賞取れる？うん、海探そう。お。で見たかったね昔ね。ちょっとここだけぽいってやられたんでウイスに。あ、そうなんだ。詳しいね。運動会の様子はお見せできないんですけども、頑張ってきます。写真はね撮ろうね。よし、じゃあ準備できたので行ってきます。レッツゴー。どういう感じ？うん、いい感じ。ワクワクする。うん、超ワクワクする。フィギュア？フィギュア楽しみ。楽しみ？じゃあ頼むよ、ここ。運動会から帰ってきました。はい、はい、これもらいました。金メダルもらいました。やったね。ありがとう。こう楽しかった運動会。うん、楽しかったよ。靴脱げたんだよね。走ってたらねポーンって飛んだよね。これママだよ。で、これが、うん、で、これゴー、あれブルーリーゴーが書いてくれた。ゴーブリーゴーゴー。今ゴーはおばと遊んでおります。遊んでる。おばさまと遊んでおります。今日は運動会だったんですけど、最初に TKG 体操っていうのをやって、であれ TKG 体操の後なんだ、あ、かけっこやって、かけっこは2位でした。で、その後に遊戯で猫のダンス、なんかこうやってニャンニャンニャンって猫耳つけながら踊ってました。ゴーの保育園は最後にみんなにメダルがもらえるので、みんなもらって帰ってきたとこですね。で、今ウーバー待ちです。でね、私の妹が韓国に行ってきたらしくて、お土産をもらったんですよ。これカバン、かわいいよね。靴下、これかわいい。これも靴下、韓国土産って感じのおパック。これ知ってますか？これあれ、これなんて言うんだっけ。昆布茶、昆布茶っていうらしくて、水とかに溶かして飲むらしい。美容系かな。で、ねねとキクマ無事に試合は終わったんですけど、台風の影響なのか新幹線が遅延してて、チケットもね取れず、今どうしようかなっていう感じで駅で待ってるらしいんですよ。帰ってどこ、帰ってこれるかしら。で、あのアプリとかでね新幹線のチケット取れたりするんだけど、そのアプリもね全然開かなくて、
多分駅をすごい大変なことになってるね。あ、電話来た。もしもし。え、今日無理って。ああ、やっぱそうなっちゃってんだ。あらららら。 OK、ちょっと急ぎで見るね。はい。緑の窓口やばいらしい。てんやわんやだね。そんな雨ひどいの。あ、向こう結構天気悪いらしい。帰ってこれるかしら。お昼ご飯です。おいしい。うん。母ちゃんは中本にしました。中本の何？ね、五目タンメンってやつ。もらう。俺その匂い好きじゃない。あ、そうなの。うん、ママ好き。もも普通だったって、この間お店で食べた。私味噌タンメン食べて、うん、普通だなって。普通かなって思った。猫ダンスは撮ってないでしょ。でも撮ってたよ、もも。撮ってくれてたよ。ポーが出たのは全部撮ったよ。うん。もも何役なの、もうこれ。タコ。どういうこと？タコだったの？じゃあタコになるさ。お疲れ様でした。はい。雨で大変だったね、新幹線。うん。それでは帰りましょう。はい。はい、やったですね。お疲れ。やっちゃう。やっほー。お疲れ。お帰り。大変だったね。今回賞状もらえてさ。え、そうなの？うん。メダルと賞状。うん、すごい。見せて。でかっ。重っ。超立派。いや、お疲れ。お母ちゃん見て。あれ、何そのかっこいいの。買ってもらった。買ってもらったの。あれ、キキのメダルは、あ、これか。すごい。え、マジで今までで一番重いかも、これが。すごい。おはようございます。連休2日目です。本日の予定はメッドレー合同練習会。キキとネネとパパで充実の練習会に参加します。はい。母ちゃんネネって体臭臭くないよね。え、体臭。なんで体臭気にしてんの。え、キキこの間臭いって言った。いや、汗いっぱいかいてたからじゃないの。キキ言ってもいいじゃん。だって確かに。イエイ。バイバイ。バイバイ。イエイ。今日は何描くんですか。これです。今 iPad に青空を映してそれを描くって言って描いてます。じゃじゃーん、青空です。かわいい虹と空を描いたのかな。ここに太陽もある。で、これもさ、もう捨てちゃうんだけど、なんか工作に使う？これ使う。絶対使う。今、ゴーが育ててるたまごっちです。とりあえず、おトイレ流します。じゃあ、最近こう昔のタイプのたまごっちがね、子供たちの中ですごい流行ってるらしいです。今のたまごっちめっちゃ大好き。いいよね。うん、だって可愛いもん。トゥルートゥルーとか言う。ね。スパを2時間やりました。スパーリングフルでやった。2時間休まないでやった。でもパパは壁になって、影に潜んでて、潜んで壁になりきって、あの、それで、うん、あんまり目に合わせないようにして疲れて、それで人と目合わせないようにして、それでやんないようにしてたけど、何人かに誘われてた。で、パパの友達にやろうぜって言われて、それで今かよってなったらしい。で、なんかやってって、でも、疲れてる割にはめっちゃ笑ってたよ。うん、めっちゃ面白かった。うん。連休3日目です。ゴジラが。わお。今日は
ねねの試合です。はい、今日はねねだけだね。うん、楽しみ。今サービスエリアに来たのでご飯を食べます。カレーどう？うまい。おはようございます。どうもカレーです。さっちゃんの山菜そば。山菜そばって山菜よ。会場を向かいましょう。超楽しい。楽しみだね。うん、今日の会場は蕨市民体育館というところです。初めて来ました。こんにちは、キキです。ねねたちはもうね、今会場に入って、うちらはセブンに行きます。嬉しかったです。あと気持ちかった。シュパーン、1本で勝ったもんね。
大阪でも行ったりとかね、はい、頑張ります。